いい感じですよ。うんね、俺たちいける。いいよ、ホロライブの修二とアキラになれるかも。See俺たちは昔からなんとかに憧れて。何に憧れてたんだろう。何に憧れてたか覚えてない。二人じゃ負け知らず、足をビョンって上げてステップするぐらいしか覚えてないな。うわ、そこまでは全然覚えてない。よいしょ。なぜだろう。来たよ来たよ、帰ってきたよ。ここだよここね。はい、せーの、ここよここ。いや、ここはでもフィーリングで行きましたよ我々。そっか、うん、ふわっとした話やめてって感じ。じゃあギチッとした話しますか。そうしましょう。ギチギチの、みちみちの話しましょう。あ、明日から私たちの社員であるミオさんが戻ってまいりますが、うん、あ、嬉しい。あ、ちょっと待って、無理かも。ギリギリすぎた。いつも生きていたかったからね。あっちゃ、やっぱさ、うん、僕たちはふわっとしてるぐらいがいいのよ。そういうことね。そういうことよ。ギチッとし始めたらこうなっちゃいました。そうっすよ。ふんわり生きることも時には大事ってことね。やっぱりうちらはやんわりといきましょう。やんわりとね。やんわりと、やんわりと、はんなりと、ふんわりといきます。ふわふわの、ふわふわの、もちもちで参ります。熱々のポップコーンはいかが。はいよーキティーのやつが、せーの。せっかちが出てるぞって言われた。バレた。せーの。ルイせっかちなの、はい、え、私めちゃくちゃせっかちですよ。うわ、どういう時にせっかちなの。まあ大抵、あ、ちょ危ない。どういう時にせっかち。うん、エレベーターは、うん、閉めるボタンを連打。自分が出る時にってこと。違う、誰も乗ってこなそうな時に。ああ、なるほどね。このドアが閉まる時間がもうもったいなく感じちゃうんだ。だから最近の、うん、やはり出来上がったエレベーターっていうのは、うん、かなり安全に考慮されて、うんうん、ゆっくり閉じるじゃないですか。あ、そうなんだ。うん、Doors it opens とか Doors closing みたいな感じで、うん、そう、ちょっとね、ゆっくりになってるからちょっと若干のイラッとはしますね。そうなんだ。一番青山テルマさんとかも言ってたんですけど、うん、一番好きなエレベーターがちょっと危ないですけどガガガゴゴゴンみたいな感じで閉まる、ドアが閉まるやつが結構好き。早いからってこと。そう。怖え。渋谷とかのビル、昔からあるビルとかの、うん、狭いエレベーターが好き。マジかよ。うわ、確かにルイのせっかちは証明されました。しっかりせっかち検定準2級を差し上げます。準2級、まだ1級にはなれなかったか。一旦今のエピソードを考慮して準2級とさせていただきます。2級なれないか、まだ一旦ね。よいしょ。そう、せっかちなんですよね。あと、うん、絶対こうした方が、変えた方が早いのに、うん、変えてる時間ももったいないって思っちゃうタイプみたいな。あ、待って、ちょっとやばい、ちょっとやばい、ちょっとやばい。おいしょ、天才かな、天才か、上がってこれるかな。あ、来た来た。あ、プロ、ナイス。え、社長はせっかちなことないですか。まあ、なさそうだな。なんか割とね、せっかちだったんだけど、うん、最近は、なんか長い人生の中でここせっかちになったとこで何になるんだろうって思うようになった。くさ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 
くさくさ。いやでも元々めっちゃせっかちだったから、ルイの気持ちはねめっちゃわかるな。あ、本当ですか。そう、優しいな。ただ最近その道をねちょっと変えたというか、だからルイの気持ちはわかるよ。元々そっち派だったから。耳が痛いぜ。最近はそういう感じかな。のんびり行こうぜになった。のんびりね。そう、作戦名のんびり行こうぜになった。なんか待ち合わせの時に待つとか、うんうん、そういう時間は全然好きなんですけど。あ、いいよね。うん。けどなんか一人行動してる時の時間もったいないなって思っちゃう。はいはい、一人だしは最効率で行きたいなっていう感じね。そう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 、そうです。はいはい。ではまあ、あるよな。だから家でもさ、仕事してる時に、うん、うわ、はい、早くやんないとって切羽詰まる時とかもあるんだけどさ、うんうん、そういう時こそトイレに行って飲み物ついでくるようにしてる。あー、ゆったりとね。そうそう、いくよ。はい、せーの、バイーン。バイーン。これ何なんですかね。確かになんか模様入ってるね。ね、目とかもある。次でいくよ。はい、せーの、シュ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 。ここはね、なんか気持ちいいんだよな。ここいいね。いいっすよね。うん、うん、よーし。ごぼう、ごぼうちゃんね。ごぼうちゃん来たよ。けせーの、せーの、うん、せーの、せーの。ナイス。ここは完璧ですね。ここは完璧、ペキペキ。もう失敗の余地がない。そうだね。ビビビビチャバチャバチャバルビルビチャバチャバビコミルビルビブブン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 。めっちゃチピチピチャバチャバじゃないこの動き。チピチピチャバチャバチャバビルビチャバチャバ。めっちゃチピチピチャバチャバ。よし、いくよ。はい、せーの、バッチリ。素晴らしい、素晴らしい。バッチリ。私の苦手ポイントが近づいてくる。まあ、一旦あの骨ゾーンを越えてね、うん、まだ猶予ありますから。ふぅ。まだ猶予ありますよ、まだ。そして骨ゾーンのね、うん、ちょっと癖があるところあるんで。そうだね、たまにあの AT フィールド張ってる骨があるからね。ここだ。ここね。ここ確かに癖強いな。ね。うん。判定がでかい。ちょっと手前で。いいですよ、我々。いいや。この骨なんか関節がしっかりしてるな。人間の骨じゃないってこと？ね。どうなんだろう。これはもう骨がくっついちゃって、うん、動かしたら痛そうですね。骨見てそういう感想を持ったことなかったな。結構骨見るの好き。骨フェチなんだ。うん。ルイ友さんはじゃあ骨見せてあげたらいいね、ルイに。やばいだろ、僕の骨です。ちょっとグロテスクかもしれない。でもルイ友さんとしてはさ、骨好きですって言われたら見せたくなっちゃうと思うんだよね。あ、ごめん。そんな、あ、ちょっと、耐えた、うん、耐えた。ソーリー、ソーリー。どん、どんまい、どんまい。いくよ。はい、せーの。おー、ここ完璧。素晴らしい。ここはね、もうね、もう当たらないと思えば当たらない。よしよしよし。あ、レントゲン撮りましょうかって言ってる。あ、レントゲンか。レントゲンは好きなの？あ、レントゲンも好きですよ。うわー、マジ骨好きじゃん。うん、結構あの脳の中のやつを見るのも好き、うん。なんかさ、うん、ポルカが朝配信してるじゃん、オハポル。はいはい、うん、で
なんか脳が人と喋ってる時にどこが活発になってるかを見れるあれがあるって言っててさ、うん、それがすごい面白かったんだよねってポルカが言ってて、うん、でポルカは人と喋ってる時常になんかこういろんなことを考えてるタイプらしいの、その脳の動きが、はいはいはい、それ聞いてさ、僕人と喋ってる時にだよねとか言いながら脳が全然動いてなかったらどうしようと思ってさ不安になったよ。いや私もそのそれちょっと不安だな。私も不安だよね。いやだからポルカはさ、私結構人の話聞いてない節あるから聞いてる風ってこと？そう聞いてる風、あそうだよね、あー分かりますって言ってもうお前聞いてないだろうって言われること結構ある。ポルカはめっちゃさ人の話聞いてるんだなと思ってそれ聞いた時に、うん、うちらやらない方がいいかもしれないですね。確かにやっぱさ明かされないことが、うん、明かされない方がいいこともあるもんね。そうそうですね。あそうだよね、やめとこうかじゃあ僕たちそうですよ、知らない方が幸せなことだってあるから。確かにそうしとこ。俺たちは脳を調べるのをやめよう。うんそうだね、確かにポルカ聞き上手だもんな。いや本当にそう、適切なね返しもしてくれるし、うん、ね、いろんなことに詳しいしね、うん、でもなんかあれですね、コロメンのそういうの 見たいですけれどもね、個人的に、うん、見たい見たい、面白そう、ね、わー来た来た、コロメンたくさん集めて心理テストとかやりたいもんね。あー心理テスト企画、そうそうそう、せーの。確かにね、その誰々は何に属してるみたいなね、うん、面白そう ねやりたいですよね。はい次でいくよ。はいせーの、おいここは完璧、ここマジ完璧。